まあ、握手せえと、最後握手せえと。で、握手させて、それぞれの派閥を作って、自分たちの部下みたいになってた人には、自分たちの口で説明しろと、丸く収まりましたよねっていうことで、っていう役割っていうのを、僕、はい、常に日頃からできる人なんですよ。小室川さん、はい、だからとかじゃなくて、はい、日々やってるんですよ、そんなこと、僕は。でもこれ、鴨倉さんだからできることで、できない方っていうのも大多数いると思うんですよね、うん、そういうスタイルを。 だってそれ、それが、その1日のその2時間で人生変わる人いますからね。はい、だってそれが大津さんじゃないですか。黒川さんみたいな人に空気入れられて、もう大津さん人生変わってたじゃないですか、はい。変わっちゃいましたね、はい。うん,うん。うん、そこで僕みたいな人が中にいれば、うん、こんなことになってないですよ、多分。まあ僕はあの子に対して助言するつもり全くないですけどね。ああ、そこですね。うん、黒川は、 これ詭弁と自己弁護を弁解に終始、ここまで混乱させた原因は黒川率いる翼の党が主力でした。構い立て無用で,すですか、はいうん、そういうふうにスパッと切ってしまうタイプの人は非常に多いんで、だからこういう人がどんどん黒川さんから離れていってるってことなんですよね。だから鴨さんが逆にこうやって和解させようとしてる動きとか、本当に鴨さんっていうのはそういった動きで、本当に逆でいいですよね。逆にいやさせよう という動きはもうないですよ、僕の中では。要所要所で黒川さんと電話で話をしたときに、和解とかした方がいいんじゃないのっていうことは言ったし、黒川敦彦が被告になりますっていう動画を立花さんが出したタイミングで、黒川さんに LINE して、立花、はい、さんの動画の URL を送って、んで、もうこのタイミングしかないですよ、和解するのはって言って、そのまま返事がないんで、それ以降全然別に僕も無理に連絡は取ってないですよ。二、はい、人が和解しようが姉妹が僕には全く何の関係もないことなんで、 どっちでもいいんですけど、どっちも知ってる以上はというか、黒川さんが大津さんから離れた時点で、無駄に立花さんと争う必要は何もないじゃないですか。翼の党単体で立花さんと戦っても、何のメリットもないし、無駄にお金が減っていくだけだし、なんなら正当助成金も1円ももらえないし、マイナス以外の何者でもないって思うんですけどね、僕は逆に言えば、そうやって提訴されたり、いろいろな裁判を起こされたり。 うん、そういったマイナス要素しかないですよね、もう。無駄金ばっかりじゃないですか、そ,れそんなに炎上もしなくなってるでしょうし、うん、再生数稼ぎとかっていうところで見たんであればそれよりやっぱり、富山さんの選挙に集中した方がいいと思うけどね、浅川、あの原田さんっていう NHK 党の原則議員さんも2期目でね、はい、挑戦される予定なんで、もちろん応援するのは、僕も立場上はもちろん原田さんですけど。 全然、お富山さんのことは何もあの嫌いでもないし、望みとしては、朝かで4年前と同じように、2人とも今回当選してくれたら一番いいのになと思ってますけどね。だから、原田さんが当選して富山落ちろとか、僕、全然思ってないですね。じゃあ、本当に富山さんもなんか悪いイメージというか、あったりしますけど、うん、全然そういうわけじゃないんですね。自分も会ったことはないので、全然わからないです。ささんんが何かこう富山さんを、うんま でもあれは黒川さんとバトルしてたから、なんか落選させるような動きを取らないといけないなとかっていうのを見てる中で、じゃあ、富山さんもそんなにいい人ではないのかなとかって自分勝手に予想してたんですけど、別にそういうわけではないですね。いや、あれは、富山さんの議員報酬を立つために、立花さんがそれをやってるだけであって、議員報酬が立たれるってことは、黒川さんもお金に困るってことじゃないですか。結局、黒川さんを困らせるために、富山さんの議員じゃなくならせれば、お金、 困るだろうこいつっていうことで立花さんがやってる話なんで個人的に立花さんが富山さんに何か恨みがあるっていうことはないと思いますよ。はい、僕は別に富山さんに全然悪い印象を全く今でも持ってないですよね。巾着室で洋室な過ぎた黒川は今も SNS で立花さんを誹謗中傷人格攻撃してますよって言ってもこれずっとですもんね。うん、まあしてればいいんじゃないですか それこそ炎上商法じゃないですけど、そういったところにつながってるような気がしてならないです、うん、自分。うんまあ、将来的にどうなろうとしてるのか知らないですけど、そんなことやっても自分のマイナスにしかならないんで、まあ、それがいいと思ってやるんだったらやってればいいんじゃないのと思いますけどね。ずっと誹謗中傷してても何も生まれないと思います、本当に。まあ、けど、大津さんもこういうフジポンさんみたいな、はい、チャンネルに出て、今自分が何を思ってるかとか、はい、何をしてるかとか。 何をどう考えて日々過ごしてるかとかっていうのは絶対に発信するべきなんですよね。いや、そうだと思います。うん、それじゃないと、皆さんもう分からないというか、本当にもう分からなすぎます。うん、だって自分の媒体とかって持ってないわけでしょ、大津さんって、文章のなんかツイッターとかインスタとかそんなもんでしょそちらったら、それなりに発信力のあるフジポンさんのチャンネルとかって、うまく僕は利用して、大津さんの意見を発信する場としてやったら、 どんなにアホなことを言ってても、大津さんがね、はい、この配信の中で、どんなにアホなことを言ってて、9割以上の人から指示されなかったとしても、その大津さんがアホに見えずに、賢いに見えるっていう、1割とか0.5割ぐらいの変わった人って絶対おるんですよ。一般的に、男性でも女性でもいいですけど、100人が見て100人がブサイクっていう人っているじゃないですか。かわいそうやけど。けど、 101人目に、いや、そんなことはないとも、俺は可愛いと思うでっていう人もおるわけじゃないですか。そういう人を大津さん、集めてい,いかなあかんのに、自分が発信せずに、たまにちょろっと文章でなんか、一方的になんか書いたりとかして、全然会話のキャッチボールとか、この、今、リスナーさんってコメント欄で、フジポンさんが呼んでくれて、それを、カマルさん、これってどうなんですかって僕に言ってくれるから、 あ、鎌倉さんになんかこれ聞きたいこと聞いてみようっていうことで、みんなチャットに書き込むわけじゃないですか。で、それを読み上げるフジポンさんがいて答える僕がいるわけでしょそれを僕が大津さんと交代したら、大津さんがそれをすれば、あ、大津さんってそういう人なんだ。鎌倉さんとかに叩かれてて誤解してたかもしれない。ちゃんとしてる人やんって思ってくれる可能性も生まれてくるわけなんですよ。でもそこで都合の悪い質問に対して、ちょっともうそういうのやめてもらっていいですかとか。 はい、<laughs> これいつまでやるんですかとかっていうふうにやっちゃうから大津の息は臭いって言われるんですよ。<laughs> いやうん、大津さんだから本当になんか女王様気質というかでも今のカモさんの話でそうです皆さんの意見を自分が読み上げて大津さんにやれば大津さんって本当に分かってくると思うんですよね。ももししかかかたら案外いい人かもとか いろいろ思う方もいると思うので、うん、あと、まあ、うんこ発言とかも、自分もちょっと品格というか、やっぱりそういったのが当主となったら、そういう発言は控えるべきだなとか、いろいろ思,って思うところは自分もあったりはするんですよね。うんうん、だって、この間、熊本愛ちゃんに、やりまんだって、ここで言われたわけじゃないですか。はい、ってなったら、フジポンさんに自分から連絡して、大津さんが、もう熊本愛ちゃんが言ってること間違ってるんですよ、はい、私、反論させてください、番組に出させてくださいって頼んで。 はい、私やりまんじゃないです、パンパンじゃないですって言って、もうここのチャンネルでフジポンさんと1対1で対面で話して、もうそんなんじゃないです、誤解しないでほしいですって言ったらいいのに。その通りだと思いますね、うん、それを文章で、私はその支持者とも交流してませんみたいな文章を書いていたわけじゃないですか、直接連絡を取ったりすることもありませんみたいな、そんな文章で終わりみたいな。 だって熊本愛ちゃんは自分で顔を出してこう、自分の声で喋ってるわけじゃないですか。あくまでも噂話ですよ。でも私はこう聞きましたよって言ってるわけじゃないですか。で、しかも同じような情報を熊本愛ちゃんと初めてその辺に喋ったけど、僕もその人が同じ人かどうかわからないけど、はい、僕にも似たような情報は来てるよって、僕も言ってるわけじゃないですか。顔を出して。大津さんは文章で反論してるわけでしょ。弱すぎるでしょ。 ようん、本当にそうですよここに来て、そう、弁明というか、いや、それはない,ないんじゃないですか、みたいなことをおっしゃっていただければ、また印象変わってきますよね。本当にうだから、なんなら、カモフラチャンネルと、熊本愛も呼んでくれ、フジポンさんと。4人でしゃべりましょうと、はいわ。私怒ってますと。何がパンパンですかと。誰から聞いたんですか、そんな話、みたいな。私は自分なりに低層観念はあるはずです、っていうことを、 議論すれば、あ、そうですか、すいませんってなるわけでしょ。え、僕はこの人から聞きましたよって、熊本大ちゃん、え私この人とこの人,この人から聞きましたよ。なんか、何月何日頃にやったって言ってましたよとか、うん、そこで議論したらいいのにそう。そうですね、そう、ディスカッションして、うん、うん、言いたいことを言っていただいて、うん、反論していただいて。うん、って思うけどね。いや、本当におっしゃる通りです。うん、その方がいいと思うんです、本当に。 ずっとつぶやいてるだけだと、本当に一方的っていうか、うん、みんな受け止めるだけなんで、だからいろんな憶測とかが出てきちゃうっていうか、それか、それかね、はい、もうこういうところで反論するのもめんどくさいって言うんだったら、熊本愛ちゃんを訴えればいいんですよ。ああ、そうなってくるんですね。うん。うん、もうこういうことを言われました。うん、フジポン TV さんでこういうことを言われました。私は名誉毀損であの訴えたいと思いますって言って、裁判所に。はい 証拠動画と一緒に提出して、訴えましたってやれば、事実じゃなかったんだって思ってくれるじゃないですか、みんな、うん、でも訴えることもしない、うん、文章でちょろっと反論だけする、そんな誰が信用しますかっていう話よねその話で、いろんな会からも、うん、そういった噂聞いてますよって来ちゃうんですよね、逆に。あれでしょあれ そうなんです。でさんまあ裏話なんですけど結局来ちゃうんですよ。来ちゃうってことはやっぱりなんかうんと思っちゃうとこあるんですよね。反論あるんであれば本当に上がっていただくのが一番本当はベターなんですけどね。うん、か僕みたいに何も言わずにこっそりずっと裁判していくかですよ。<laughs> <っ> NHK は